こんばんは、しくむです。東京夜景デートということで、今日はですね、屋形船のデートをご紹介します。まあこれ私が行ったところで春宮っていう屋形船ですけどもね、名前の通りその春宮ふ頭の方、まあ勝どき駅からの近くからの乗り場です。コースを見たようにですね、お台場とそれからこうずっと隅田川を登っていってスカイツリーの方に行くっていうね、そういうコースですね。はい、夜こんな時間だとこのお台場の方ですね、レインボーブリッジとかフジテレビとかそういうところがこう海から見るっていうのね、ちょっと一味違う。これお台場の近くの晴海ふ頭なんですけども、ここもね海から見るとちょっとやっぱり一味違いますよね。ここはたくさん屋形船が来てるとこですよ。で、こんな風にちょっとね、上のデッキの方に出ることもできます。で、やっぱりこっちからの方がもちろん眺めはいいんですけどね。料理はこんな感じで、ね、天ぷら、揚げたての天ぷらとね、他は和食ですね。で、この川の方を見てもらったらわかるように、この橋がね、たくさんあるんですよ。この橋をくぐるというのも楽しみの一つですね。これ永大橋とスカイツリーが見えるところで、永大橋ってね、この青色の橋が綺麗んですよ。で、スカイツリーの方でもしばらく止まって、展望デッキの方、デッキの方に上がって、こう眺めることができますね。こんな感じで約2時間半まで行きませんけども、そんなんで、こういう掘りごたつのところですね、料理を楽しみながら、お台場や隅田川の景色を楽しむと。そういうところになります。